タワークレーン工事現場のタワークレーン地上375メートルの東京スカイツリー第1展望台屋上に設置された4機のタワークレーンタワークレーンはクレーンの一種建設現場で使用される昇降可能な仮設用重機である建築物内部の床板を貫通して仮設するものと建築物の外部に仮設するものがある施工している建築物が高くなるに伴い クレーン本体も昇降するタイプは、クライミングクレーンや、ジブクライミングクレーンと呼ばれる。ホテル建築及び、集合住宅建築のように、量と量の距離が短く、クレーンマストを建物内部に設置できない場合は、建物外部の地上部にクレーンマストのベースを設置する。その他の場合は、建物内部に設置し、建物の梁にクレーンベースを設置し、建物の進捗に合わせて、 クレーンベースも盛り替え上昇する。建築資材の用銃や水平移動に用いられ、建築物の完成後に撤去される。タワークレーンを内部建てにした場合は、クレーン上昇後に床の開口部を塞ぐことが必要である。ビルの建設現場では、クライミングクレーンをビルマンと呼ぶこともあるが、この名称は国内で大きなシェアを持つ北側鉄工所の商品名である。 大型のものが最上階でその役目を終えた場合、以下のいずれかの方法による手順が取られる。まずは一回り小さなクレーンを釣り上げ、そのクレーンで大型のクレーンを解体して下ろし、この手順を繰り返していく。順次クレーンを小型のものに切り替えていき、最終的には手作業で解体し、エレベーターで地上へと下ろす。クレーンが自らのポストを抜いていく方法。 逆クライミングによる方法の場合は、通常動作リミッターをカットすることにより、ブームを直角に近い角度まで移動させる特殊なオペレーションを行う。機種によるが一本ずつもしくは複数本のポストを抜いていき、ラフテレーンクレーンが届く高さに到達したら、最終的にはラフターが解体を行う。ジブが起伏して2の水平イートをするタイプと、 水平のブームに乗ったトロリーが水平移動するタイプがある。後者は特にトンボクレインまたは水平ジブクレーンと呼ぶことが多い。日本では上空であっても工事式地外部へのジブの進出を嫌う傾向が強いためジブ起伏式が多い。どちらも上下起伏旋回をもって2を移動させる。高さの関係で航空機から認識できるように 白と赤に塗り分けられていることが多い。22メートル半径で70トンが最も大きな部類のもので、小さなものは5トンを下回るものまである。釣り上げ荷重5トン以上のタワークレーンの運転は、クレーンデリック運転士の免許が必要。5トン未満なら特別教育で良いが、旋回することと起伏することの点で、天井クレーンとは操作が全く違うので、実際は、 熟練が必要。操作系は移動式クレーンに似たことになるが、動力源が電動機なので、内燃機とは動きが違う。クライミングクレーンの組み立て解体と昇降時に作業を行うと美食に指示を出す。タワークレーン技術指導員と呼ばれる技術者も存在する。運転席は大型のものの場合、最上部の回転する中心部分に運転台がある。運転台への移動は、 クレーンマスト内の梯子を使用する、オペレーターの上り下りの回数を最小限に抑えるため、運転台には、冷暖房、トイレが設置されている。小型のものの場合、運転台がなく、ペンダントスイッチと呼ばれる押しボタンスイッチ方式か、または無線操縦機で運転する。小型のものを含め運転席を設けず無人化する、傾向も見られる。年月、韓国では、 無人の小型クレーンの使用中止を求めるタワークレーン労働組合によるストライキが発生した JCC の組み立て解体 IHI 運搬機械株式会社クレーン製品紹介株式会社北川鉄工所3期事業部事業内容タワークレーンオペレーター業務の横浜県機株式会社大型タワークレーン2500機がストップ建設現場混乱化イコール勧告 中央日報、2019年6月4日閲覧、ありがとうございます。